ゲートが開いてスタートが切られました。揃いました16頭、非常に綺麗なスタートを切っています。ダービートライアルの第31回 NHK 杯先行争いですが、内の方から竹の飛燕、そしてオーバールック、白い帽子が2頭出てまいりました。早くもオーバールックが先頭に立っています。竹の飛燕が控えて2番手、3番手には積極果敢に疲労対応、外を通りましてインターリニアのあたりか、いやファンドリロックも行きました。先頭はオーバールックですが、これをかわすようにしてスーッと外を通ってインターリニアル行きました。緑の覆面インターリニアルが先頭であります。コーナーの中間地点でありますが、だんだんと前の方が固まってまいりました。さあわずかに先頭はインターリニアルか、インターリニアルか。さあ先頭は内の方から出てきたオーバールックに変わったか、オーバールック外の方からスーッとルーキーを上がってきた。ルーキーを、そして疲労対応、直線コースに向きました。疲労対応かルーキー王か、外の方からファンドリロックやってくる。さらに大外をつきまして8枠の1頭が飛んでくるが、さあ先頭はわずかに白い帽子オーバールックがまだ先頭か、オーバールックが先頭か。そして真ん中からルーキー王頑張った、外の方から突っ込んでくるのはカスラギエースだ。カスラギエースが一気に来た、カスラギエース突っ込んでくる、カスラギエース先頭か。ブルーダーバン来た、ブルーダーバン来た、都を切りました。カスラギエース外の方から都を出す、そして渦巻龍が大外、渦巻龍大外、先頭はカスラギエースだ。カスラギエース先頭だ、カスラギエース先頭、ブルーダーバン頑張った。内の方からアップセッター、アップセッター内から一気に来た、先頭はカスラギエース1着でゴール。そして2着には5番のブルーダーバン、3着回りました。外から朝日帝王とメリノッターンです。この2頭の一騎打ちになるか、あるいは東北キャノンどこまで頑張るか、差がぐっとあっという間になくなってかわされました。さあ2頭の一騎打ちか、後から突っ込んでくるのは藤野天雄。メリノッターンまだ先頭ではありません、まだ先頭ではない、先頭は朝日帝王だ。メリノッターン、ムチが入っている、ステッキが入っている、ちょっとダメかもしれない。先頭は朝日